カフェ、ソジョに展示されたポスター、ことのは、アムリラアートは、サックラスパーより2017年8月25日に、発売の美少女アドベンチャーゲームであり、サックラスパーにとってのデビュー作となる。本作は、異世界に迷い込んだ、主人公と、日本語がわずかながら理解できる、異世界の少女とのコミュニケーションを主体としている。作中に登場する異世界語、ユリアーモは、 エスペラントをベースとしており、日本エスペラント協会が協力している。本作の予告編が発表された7月26日も、人工言語としてのエスペラント語が1887年7月26日に、国際語として発表されたことに由来するものであるほか、制作元であるサックラスパーも、ツケラとツプロというのエスペラントをベースにして名付けられている。ハブロッツより、 2017年12月22日には、アンドロイド版が、2018年2月16日には、iOS 版が発売された。2019年3月15日、続編、いつかのメモラージョが発売された。高遠ンは突然異世界へ迷い込み、言葉が通じなくて困っていたところを、ルカという現地の少女に助けられる。インは自分の前向きな性格を生かし、 片言の日本語を話せるルカの助けを借り、異世界で生きていく。異世界に迷い込んだ少女、リンの生活を描いた作品である本作の特徴は、プレイヤーもリンと一緒に言語を学ぶというシステムである。異世界の住民の多くは、ユリアーモと呼ばれるエスペラントを元にした言語を話すが、ゲームの序盤では、リンがユリアーモを理解できない状況を反映するために、 和訳が表示されない仕組みとなっている。物語の間には、クイズ形式のミニゲーム、勉強モードが挿入されており、正解すると、その単語の部分に和訳が表示される。また、勉強モードは、復習モードという形で、ゲームの本編の進行とは関係なく遊ぶことができる。他、ストーリーを中心に楽しみたい場合は、宿題モードに切り替えることができる。さらに、 ゲームを一度クリアすると和訳の有無を設定することができる。本作の舞台となる異世界は様々な平行世界が干渉して生じた空間に存在しており世界同士の干渉があるきっかけで他の世界とつながる時があることからリンのような訪問者が迷い込んでくることがある。本作の舞台となる地域は他の世界との干渉が生じているが地域によっては 干渉が発生せず、訪問者があまりいないところもある。この世界は、様々な世界の太陽光から光を受けているため、空は常にピンク色をしており、四角だけでは昼と夜の区別がつかないことから、24時間制の時刻表現が好まれている。本作に登場する言語、ユリアーモーは、アルファベットに似た28文字で構成されており、過去に、 訪問者が大量に迷い込んだ際、彼らに共通する、ある言語をもとにして作られたものである。ユリアーモは、一部地域において、大人子供と同等の普及率を誇る。ジュリアーモは、フリオとアーモの合成語で、ユリアーモができる人のことを、不付き合いと分付き合いをかけて、コリスパンデントと呼ぶ。ユリゲーとしての側面を持つ本作は、 キャラクターデザインのナルセちさをはじめとする、そのジャンルのゲームを手掛けたスタッフが複数参加している。ディレクターの皆川孝二は、ゆりものを作ったきっかけについて、もともとゆりが好きだったが、しばらくゆり作品の制作から離れているうちに、自分の中のゆり成分が少なくなってきたという、気がかんからゆりものを作ろうと考えていたと電撃姫とのインタビューの中で述べており、 企画の段階から自然と揺り物になっていたと振り返っている。皆川は以前から異世界に迷い込んだり転生したりする物語の主人公が現地の人々と普通に会話ができるという点に疑問に感じる中で異世界に迷い込んだ少女が現地の少女と出会うというシチュエーションからその異世界では聞いたことのない言葉が使われているため、 コミュニケーションを取るのに苦労するという設定を思いついた。その時、シナリオライターのジェイモンから異世界の言語、ユリアーモのベースをエスペラント語にしてみてはどうかという提案が出され、ちょうど良いと思った皆川によって採用された。ジェイモンはエスペラント語をベースにした理由として、安易に異世界の言語を作ると安っぽくなるため、一から作るのではなく、 適切な言語を起用した方が良いと考えた。日本から遠く離れた国の言語を使うことも可能だが、その国を訪れることで再現できてしまうため、再現できない異世界の言語として、エスペラント語がふさわしいと考えたと、J キャストの取材に対して述べている。皆川も人工言語であるエスペラント語は、どこの国でもない言葉として完成しているため、主人公が、 少しずつ覚えていく様子をユーザーが記事体験できるのは面白いと考えて採用したと電撃姫とのインタビューの中で振り返っている。本作は主人公のリンがエスペラント語の単語を覚えているか否かをプログラムが判定して和訳を表示する仕組みが採用されているため和訳の有無なども含めた複数のパターンのセリフを執筆する必要があった。 ジェーモンがエスペラント語の初心者だったこともあり、一つのセリフを執筆するだけでも20から30分、費やしたと J キャストの取材に対して答えている。主人公、リンを明るく元気なキャラクターに設定した理由について、皆川は、ルカとキャラクターが被るのを防ぎたいということもあるが、いきなり見知らぬ街に放り込まれて、おどおどしているよりは、 少しずつ自分の力で物事を切り開く力のあるキャラクターにしたかったと述べており、陸上競技の女性選手をイメージしたと述べている。ルカはあるアニメに登場したいなげな少女の雰囲気を参考にしており、皆川は天使のようなアイドルキャラと称している。また、レイは皆川の小学校時代の担任教諭が元になっている。エスペラント語の発音をより自然なものにするため、 キャストには英語を得意とする声優が起用され、日本エスペラント協会の関係者の指導の下で収録が行われた。キャストのうち、長妻樹里はボーイッシュな役柄を得意としていたことから、臨役に起用された。2017年7月26日には、人工言語としてのエスペラント語が1887年7月26日に国際語として発表されたことにちなんで、 本作の予告編が発表された。2017年8月5日には体験版が公開され、8月24日までの期間限定でツイートキャンペーンが展開された。本作はエスペラント語の愛好者からも好意的な評価を得られた。J モンはいろいろとのインタビューの中で発売前は勉強モードが不要という声が 寄せられるのではないかと思っていたが、逆の反応が返ってきたので驚いたと述べている。また、サックラスパーの広報担当者は、いろいろとのインタビューの中で、先日ゲームで使ったフォントを公開したところ、そのフォントを用いた、ショートストーリーや変換プログラムを作成した有志が、いて、嬉しく思ったと述べている。一部のユーザーから、エスペラント語以外の言語でも応用してほしいという、 要望が寄せられたことについて、サックラスパーの広報担当者は、本作は学習ソフトとして制作したわけではない。もし他の言語を扱うとすれば、それは異世界ものではなくなるため、そのような計画は立てていないと答えている。ありがとうございます。